久保さん、今回辛いにしましょうか。最近辛いと思うことがあんまないっすね。好きな時に寝て、好きな時に起きて。まあまあ、その24時間の時間が自分で使えるので、うん、辛いと感じることが、まあ、ないことはないけども、ほぼないというか、うん、あんまないっすよね。 だからこれってなんかすごいなと思うんですよ。昔は会社で働いてる時は辛いなと思うことがたくさんあったんですけども、うん、やっぱそれは何だろうな。うーん、やっぱまあ、会社で働くっていうことは、うーん、ね、まあ従業員の話はよくしますけど、辛いですね。あれを言う、あれを、吉田さんが帰らないから帰れないんですよって言われて辛かったです。 めちゃくちゃ辛かったし、ト,トラウマですよ。まあ、一生忘れないだろうし。表情、表情とかもね、覚えてまその時の従業員の表情とかもね、その光景も、あの、覚えてますし、辛かったですね。あの、心に刺さ、何かを、釘、なんか刺された感じですね。ここあの心臓になんか釘をバーンみたいな。辛かったですね、うん。何のために俺頑張ってんだろうみたいな。 でも今はね、辛いことがあんまないですね。だから、いい人生だなぁと思いますね。このいい人生を、あの、守るために、また頑張ろうと思えるし。まあ僕なんかはまあ、給料がないですから、商品をこう売っていかないといけないんですけども、それを売っていこうと思え、思えるし。うん。なぜならば、この生活を守りたいからですよね。自由を。自由を、 今まではまあ自由を手にしたいなと思ってましたけど、今は自由なんで、この生活を守るために、まあその、うん、お金は稼ぐんだけども、そのお金の稼ぐ、その気持ちが変わりましたよね。自由になりたいから頑張るとかではなく、まあその会社のために頑張るとかそういうのはじゃなくて、自分の今の自分を守るために頑張るっていう、 まあ多分これが究極系かなと思うんですよね。うん。そう。今の、今の幸せを守るって感じですかね。うん。ん。久保さんもね、多分今、ね、あの、辛いってことはあんまないんじゃないかなと思うんですよね。起きるのが辛いっていう。なんか、今僕朝早いんですけど、昔はね、朝早く起きることが辛かったんですよ。 今朝早く起きることが辛くもなく逆に幸せというか、その昔見れなかった光景ですよね。散歩したりとか、朝、朝日を見たりとか、朝日を見て散歩するなんて昔の人生にはなかったですから。うん。だから、これから散歩していこうかなと思うんですけど、散歩してきます。いってらっしゃい。